岡山県警と玩具メーカータカラトミーが制作した岡山県警人生ゲームです。子どもたちの非行防止のため楽しみながら学んでほしいと企画。岡山市南区の平福小学校など市内4校の児童からいい行いと悪い行いを募集し、選ばれたものがマス目に採用されました。 SNS で知り合った人からきびだんごをあげるからついてきてと言われたが断ったなど、今を反映したマス目もたくさんあります。中には闇バイトに応募しないことにした、1000ポイントもらうなど、現代の犯罪を象徴するマス目も。子どもたちは自分たちで作ったオリジナルの人生ゲームを体験し大盛り上がりでした。岡山県警人生ゲームは県内の小学4年生から6年生全員に配られるということです。